Marvelous!剧情模式剩下，猎山女学馆。 勉強を頑張っている証ですね。世界で活躍できる忍びになるのがしきちゃんの夢なんだもんね。<笑>まあね。あ、それよりも今は PBS のことだよ。簡単に言うと水着で水鉄砲大会だよね。どうすんの、ゆみちん。私の心なら決まっています。このような恥ずかしい大会には参加しません。えー、そう。 刺激が欲しいと言い出したのはユミのはずですが、それはそうなのですが、物には限度というものがあります。PBS は刺激が強すぎます。そんなの違う。私たちには
立派な忍びになるという使命があります。このようなハレンチな大会に出ている時間はありません。うんうん、わかるよ、ユミチンの言ってることはさ。でも予選の1回戦くらい参加してみてもよくなくない？やってみたらほら、意外と忍びの修行になるかもだし、瞬発力とか上がっちゃう感じになったり。そうでしょうか。私には刺激が強すぎるように思えるのですが。それそれ、そういうこと。刺激が強いってことはさ、メンタル鍛えられるってことじゃん。なるほど、シキさんがそこまでおっしゃるのなら何事も経験と言いますし、試しに参加してみることにしましょう。やったー、っていうか、それ死んだプレーバンシユミチン、ありがとね。はーい、みのり頑張っちゃうよ。参加するからには勝たないと。ここは本気でいきましょう。ああ、腕が鳴る。では始めましょう。ただし、あくまで刺激は控えめ、エッチなのは抑え気味に。お願いします。エッチの事情禁止。どんなエッチの、放放哦，感谢喷喷，也还好吧。跟胸前两坨多出来的脂肪在那边甩动，肥肉在那边甩动。なんだそれは。パーティーピーポーの略だよ。パリピパリピ。皆さん、これは修行の一環だということも忘れないでくださいね。Yeah, thank you.
这个阿奇是注意你的喷水残留。 量太少。ねえ、ユミちゃん、ミノリ君。ミビエス続けたい。うん。ミートー。これって最高じゃん。我も続けていいと思う。水着姿で戦う少女たちの躍動感。この経験は漫画を描く際に役に立つ。皆さん、ユミ、実はわしも一回やってみたら、その。 なんというか胸がワクワクしたのですね。まあ、胸がワクワク。そんなに申し訳なさそうに言うことはありません。とても楽しかったです。思いのほか体力や頭も使うことも分かりました。これなら忍びの修行にもなりそうです。ってことは、P1グランプリにこのまま参加していいんだね。はい。 ただし、エッチなのは程々に。これだけは守ってくださいね。ああ、決して成人向けにはせん。その一戦だけは死守してみせる。それでは皆さん、優勝を目指して頑張りましょう。ああ、うん、いっぱいいっぱい楽しまなきゃだよね。だってこれが最後かもしれないし。 エッチなことはいけない。エッチは不行的。では。 皆さん、参加するからには目指すは優勝です。うん、っていうことは優勝したら何をもらうかを決めないとね。そんなものはいりません。辞退します。私たちは純粋に競技を楽しむために参加するのです。商品なんてものがなくても問題ありません。もう真面目なんだから。まあいいじゃない。 PBS は楽しめるんだからさ。しかし、この PBS には今までの修行や経験があまり通用しません。ですから、しっかり作戦を立てる必要があると思うのです。やっぱそうだよね。じゃなきゃ次の予選2回戦で敗退ってのもありえるし、優勝を狙うとなるとわしは少々不安です。ずっと拳でしか戦ってこなかったから、 銃の扱いが今一つつかめなくて。狙いを中心に捉え、引き金を絞るように引く。これが的にうまく当てるコツだ。
漫画でそんな感じのことを読んだことがある。絞るように引く、あの要素雑、どういう感覚なのでしょうか。絞るといえば乳じゃない、要素雑、他に絞るのが思いつかないし、就可以射出来了。なるほど、乳を絞るように引き金を引くってことですか。非常就是这么简单。牛さんのお乳絞ったことない、だからそんなこと言われてもわからないよ。私もです。どこかその辺に牛さんはいませんでしょうか。正確に感覚をつかんでおきたいですが。牛はいないが、父ならあるな。没有牛有奶奶。それはもしかして、あの理解はしましたけど。没有牛有奶奶。だとしたら一体誰のお乳を。祈りは夜桜さんのがいい。賛成。なんか夜桜ちんって乳牛感あるし。牛牛ダメです。わしの乳は絞らせません。だいたい乳牛感もあるじゃん。だが勝つためには絞らないと。ならみんな自分のを絞ればいいじゃろう。それで感覚をつかんで自分の試合に生かす。これで決まり。十分じゃ。じゃあそれぞれ自分のおっぱいを絞ってみようか。所以要穿乳牛装吗？わかりました。これも勝つためですからね。もみもみもみ。よよった。むにゅ。プニプニ。ふかふか。って、こんなので感覚がつかめるのですか？よよった乳牛装。然后胸前全开的那一种。从胸口到胯下全开的乳牛装。好。全是手枪哦。一个枪换成奶油。起司黑人棒。参ります。或者捏紧，或者捏紧又紧又摇，然后牛奶就出来了。夜桜さん、感覚はつかめましたか？どうでしょうか？自分ではよくわかりませんが、一回戦の時よりも確実に腕が上がった気はするぞ。そうですか。だとしたら絞った甲斐がありました。でもさ、おっぱい出なかったね。当たり前だよ、みのりち。おっぱいはお母さんにならないと出ないんだから。そっちだ。みのり出したかったんだけどね。跟黑人奶油棒啊，超好用！啊，自动追踪飞弹。缺点是射速比较慢。やった！
乳を絞った甲斐があったね。之前有用那个狙击枪，ですが狙击枪的射速で言わないように人に聞かれたら恥ずかしすぎますから、射出去的居然飞得比那个火箭炮还要慢。さすが狙击枪の少女たちだね。素晴らしいチームワークだ。那个火箭黑轮火箭炮还比较快。勝利のために己の乳を絞るとは。射得快，量又多，然后还有自动追踪。ちょっとあれを見ていたのですか？ええ、もちろんです。あなたたちの勇姿はこの目に焼き付けました。那里面的狙击枪，射出去的威力是最强，然后喷出去的量，喷的量也是最多的。一次需要的量。それで我慢してください。ええ。但是打目标超慢的，不知道为什么。まあそれはそれとして、ユウたちならきっと優勝争いに加われるはずさ。最後まで熱く激しく戦ってくれたまえ。そうですね。私たちの計画のためにも。計画？計画？おっと、今のは聞かなかったことにしてくれ。ユウたちは無心に乳を絞って勝利を重ねていけばいいのさ。というわけでグッバイ。心无旁骛的挤奶，あの二人需要挤大量的牛奶。何か一波乱起きそうな予感がします。でもさ、何があってもノープロッシュ。みんなとっても強いんだから。どんな問題でも乗り越えていけるって。え、そうですね。うん。把ミルク通通炸出来。あたしがいなくても大丈夫。シキさん。今の言葉はどういう意味ですか？ミルク、ミルク。え？なんでもない、なんでもないから。そろそろ次の試合の準備しなきゃだよ。ほらほら、急いで。シキさん、どうしたのでしょうか？どうしたの？妙妙たる評価。頑張ったな。迈向胜利。どうしたのですか、ユミ。いえ、少し気になることがあって。ミスター K たちが言っていた計画のことですか？ええ、そのことも気になるのですが、実はシキさんの様子が。様子？様子？ユミちん、夜桜ちん、こんなところで何を話してるの？そろそろ予選3回戦始まるよ。いえ、何でもありません。っていうかさ、あのミスター K とミス R って超怪しくない？そうですね、何かの計画に私たちが利用されている、そんな可能性も考える必要はあります。じゃあ PBS はやめちゃうの？いえ、 PBS の参加は続けるつもりです。もしその計画が危険なものならば私たちが阻止しないとなりませんし。だね。でもミスター K とミス R って悪いことをしそうな感じはしないけどね。変態っぽいだけで。私もそうは思いますが、注意はしておいた方がいいですね。オッケー、任せて。じゃあそのことをみんなにも伝えておくね。いつもの式と変わらない。いや、いつもよりテンション高めな感じがしますけど。そうですね、私の思い過ごしならいいのですが。等一下，用脑子，继续用水拳吗？お任せします。どれにいた
風船さん。私の成果をお見せしましょう。5、4、3、2、1、レッツピーチ。何か別の目的があるのでしょうか。やってることは完全にふざけてるのですが。わかった、みのり、 PBS の本当の目的がわかったよ。ほう、教えてくれ。これはきっとみんなでいっぱい一緒に遊んで仲良くなろうってことなんだよ。それなら隠す必要はないですね。用指法，用指法，感觉像在开钢弹。やったやった、順調に勝ち進んでるね。喜びのはずだよ、ムラッチ。うにゅー、あっ、我のお面が、水着姿というだけでもこっぱずかしいのに、その上我のどうしようもない素顔なんかも、このお天道さんのことでさらしちゃったら、俺はもうあなたのことでもすぐに入る。缺乏安全感。我のお面を取ってくれたら嬉しいですけど、嫌ですよね。そんな我の汗やら何やらが染みついたお面を手に。ムラッチ、ちょっと落ち着きなってば。お面ならほらそこに。はー、落とし物はこれかな、キューティクルレディ。息でいなせなマスクを for you。感謝する。あらら、でもやっぱり隠しちゃうのかい。せっかくのビューティーがもったいない。愛と優の間には隠し事なんてノンノンだよ。隠し事ならノンノンですか。ならばお話ししていただきましょう。この P1 グランプリの真の目的を。あ、いたそいつは痛いところを疲れちゃったぜ。どうしたものだろう、ミス R。 どうしてそんなにアングリーフェイス。そんな顔してちゃミーの手汗がドットストップだよ。ムラクモのビューティーとか言ってあげるんですね。私は言ってもらったことないのに。そういうこと。ロー、チョンサだって、ほら、その年齢の問題ですか。はっきり言ってください。その方が私もすっきりします。年齢など問題ではない。君はいくつになっても美しい。そして、そして
いや、今はよそう。こんなふざけた格好で言うことではない。だが、その時が来たら必ず。ユリア先生いや、ミスター K。 あの、私たち、お邪魔のようですね。ああ、失礼、退散するのはミーたちの方だ。さあミスアール、一緒にレッツドン。はい、どこまでもお供させていただきます。何だったのでしょうか。結局何も聞き出せませんでした。今度会った時に聞けばいいっしょ。さあ次の試合の準備をしよう。落とし物だよ。ういちょっと後で渡せばいいか。ん、これ、うん、手紙。うん、この手紙って什么信呢？遗书吗？妙妙とる評価、誠に感謝いたします。第四话。みのりさん、どうかされたのですか。ううん、みのり、なんでもないよ。何も隠してなんかないもん。何を隠しているのでしょうか。はい、なんでわかったの。ずっと一人でこっそりおやつを食べたとか。みのりちゃんは食いしん坊だからな。うん、そうなの。こっそりおまんじゅうを食べちゃったんだ。さすがしきちゃんだな。ありゃ、いつもと反応が違うし。みのりちん、マジで隠し事？大丈夫だから。みのりのことは放っておいてほしいの。何が出るかな。現れたのはあやめです。皆さん、いきなりですけど私と PBS してください。大会に関係なく乗り込んできたのか。我らも舐められたものだな。そんなつもりは。私、少しでも多く試合をしたいだけなんです。私、売り子ですっごく忙しいから、アスカ先輩たちの足を引っ張っちゃうかもしれなくて。だから少しでも練習したいんです。その気持ちはわからんでもないが、大会とは関係ない試合に付き合わされる身にもなれ。そんなこと言わずに協力してください。売り子の仕事が忙しいのは皆さんにも原因があるんですから。それは悪いことをしたな。いえいえ、商売繁盛なのは感謝感謝ですよ。話は分かりました。私たちと戦いたいというならお付き合いしましょう。ですが手加減はしませんよ。望むところです。手加減されたら練習になりませんし。それじゃあやめ、毎日飲んじゃいます。みんなといっぱい遊びたい。みのり、行きます。みのりに任せて。行きますよ。全部的人工作。みのり、遊びに行ってきます。两根棒棒。3、2、1、PBS、ナオステージ。いい写真。みのりさん、元気がないですね。
な顔を見るのは初めてです。何か悩みでもあるのだろうか。もっとサービスカット。自动锁定是蛮好用，但它只是射速比较慢。加速で切ったりするとペナルティをもらうぞ。そうなんですか？説明を聞いていなかったのか。私ノリを大事にしてるんで。へん、私たちの大勝利だよ。チームワークも素敵でした。それを言われるのが一番嬉しいかも。サンキュー、あやめちん。これで慣れますかね。慣れるって何がですか。トモです。トモ、どこかで聞いたことがあるような響きですが、アスカ先輩とホムラちゃんをはじめとして皆さんは戦っているうちにトモという関係になる。違いますか。どうなんでしょうか。私、購買部で一人ずっと思っていたんです。不信任讲话先把你打到动不了再好好讲。友じゃなくても普通の友達でいいのではないですか。もちろんです。普通の友達も大歓迎です。これからもよろしくお願いしますね。会場はこの辺りだね。あのね、しきちゃん。ん？何？みのりちん。しきちゃん、みのりたちに隠してることあるよね。なんでそう思うのかな。直接だって分化そうか。ちょっと何なのよ今の音。やばくない。しきちゃん、向こう見て、なんか燃えてるよ。ヘイ、キュートな子猫ちゃんたち、ちょっとヤバめのハプニングだ。大会とは関係ないが協力してくれると助かるぜ。みんなで協力してファイヤーを消火しちゃってくれ。ただし消すのはあくまで会場の火だ。心で燃え上がるラブファイヤーは鎮火しちゃダメだぞ。何言ってるのか分かんないけど、火を消さなきゃヤバいのは間違いないね。燃烧你的热情。スキちゃん、ごめんね、ミノリチ。隠し事のことなら後でちゃんと話すから。今はマジで消火活動だよ。うん。没什
所学校都有灭火，都会有一个灭火，灭火的那个剧情发生。并要选用射术回天，回天量还有射术快的会比较好。我转一下就喷光了，来不及补充。無理みたいです。難儀ですが仕方ありませんね。急いで消すとしよう。我の面が燃えてしまったら大変だ。仲間がやられたようね。旁边有另一个连射塔，难怪被打到。要爆炸是不是？当时爆炸。火を放つというのはやりすぎではありませんか？いや、私はやっていない。私はね。でもやりすぎぐらいが気持ちいい。それが BBS。Yes。するのはもう少し待ってくれないかな。まだ私的に覚悟ができてなくて。分かった。しきちゃんがそう言うならもう何も聞かないよ。あとこれ返すね。
そっか、この手紙を拾ったから気づいちゃったんだね。うん、封は開けてないけど送り主の名前が書いてあったから。みんなに黙ってくれててありがとう。そんな、お礼はいらないよ。みのりはただ…ほらほら、使命っぽくならないのね。今は試合を楽しんで勝とうよ。負けたらそこで一緒に戦えるのは最後になるかもだし。しきちゃん…より高みを目指しましょう。次はいよいよ予選4回戦ですね。みんなガチで勝とうね。私まだまだ PBS を続けたいし。シキはすっかり PBS が気に入ったようだな。っていうかみんなと一緒ならさ、何をやってても面白いよね。本当にこんな時間が永遠に続けばいいのにな。シキさん、私何言ってるんだ。ネバーマインド。話してください、何もかも。ユミチン、ビンカ、隠し事をするなとは言いません。ですがそれでシキさんが苦しんでいるのなら、私たちに悩みを分けてください。悩みを分ける。そうです、悲しいことも嬉しいこともみんなで。那你全身的你都这样，你就会时间有点就会这样下去。黒影様、分かったよ。次の試合が終わったらちゃんと話すね。はい。ありがとうございます。四季さん。击破ゴムラ。祈りに任せて。ゴムラ、ゴムゴム。都打了他。負ける気もないかな。みんな絶対に勝って。
PBS を続けようね。はい。そうか、次が大丈夫。大光了，真正的时间。我要的水忘记换掉。没事没事。被解决了。嗯。よかった。これでみんなともっともっと思い出が作れるよ。嗯。圣光啊，重点部位还是要遮一下。四季さん、話していただけますか？うん。あのね、これを読んでくれるかな？これは四季さんへの手紙でしょうか？差し出し人は、これはインターナショナル忍びスクール。中身を確認してもいい？うん、いいよ。国際忍者。そう、そういうことなんだよね。要变留学生了吗？何と書いてあるのですか？無理、英語ばっかりでよくわかんないよ。でも中国生者。読めなくてもどういうことかはわかるよ。しきちゃん、要出国生者。ずっと言ってたもん。世界で活躍する忍びになりたいって。だから海外の忍び学校から手紙が来たってことは、うん。私スカウトされちった。海外の忍び学校からさ。ではしきさんは。決戦を去るつもりなのですか？どうしたものだろうか。四季にかける言葉が見つからん。情けないことにわしも同じです。本来ならば祝ってあげるのが筋なのでしょうが。夢が叶うのは嬉しいけど、しきちゃんと離れなきゃなのは嫌だもん。次に行われる最終予選に勝てばいよいよ準決勝に進めるというのに。それどころではないな、ゆみち。正直に言うとね、うん、没办法、因为他的设定就戴着面具才有安全感。スーパー忍者になれって。私は黒影様に讲起话来才会比较沉稳这样子。四季さんは寝る間も惜しんで拿掉面具就会变得非常的羞涩。それで
中学校の忍び学校とやり取りをしていたら、私のことを認めてくれたみたいなの。四季さんの努力や思いが認められた、本当に喜ばしいことだと思います。ありがとう。私も最初は嬉しくて小躍りしちゃったよ。でもさ、夢への第一歩。你可以把面具想成现在社会很多，你会在电脑在那边讲大话，透过网络啊，躲在电脑后面讲大话，要不然就是讲一些有的没的。现实世界面对面什么话都不敢讲。私どうしたらいいんだろう。全然わからないよ。どれだけ考えても答えがわからない。だってみんなと夢のどっちかなんて私は選べないもん。ねえユミチ、お願い教えて。私はどうしたらいいの。四季さん、祈りに任せて。所以才会造就那么多网络键盘魔人、键盘战士。三零。こんな状態で試合をしなければいけないのか。正直うまく集中できません。ダメだよ、ここで負けたら E1 グランプリが悲しい思い出になっちゃうもん。そうですね、気の抜けたまま負ければそれは必ず後悔につながります。ああ、ここは必ず勝とう。苦しんでいるのです。四季の身になって、四季と同じように用眼神我らが四季の身になって考えよう。たとえそれが苦しく答えの出ない悩みだとしても、我らは仲間なのだから。うん、
のさ、本当にごめん。私のせいで悩ませちゃってるよね。構いません。仲間のことで悩ますに、いつ悩むというのですか。ありがとう。ありがとうだなんて、私はまだシキさんに何も言えていないのですから。それでもありがとうだよ、ユミチンにもみんなにも。だってこうやって一緒に悩んでくれるんだからさ。そんなみんながいてくれて、私本当に幸せだよ、シキさん。次はもう準決勝だね。やっぱり決戦はすごいよ。ここまで勝ち進んでこれたんだからさ。そうですね、検討していると思います。ですが、とりあえず私のことはいいからさ、優勝するまでは試合に集中しようよ。せっかくここまで来れたんだもん。その通りだ、決戦ガールズたち、君たちの実力はリアルだね。疑いようもないよ。悩み、苦しみ、傷つき、それでもあなたたちはここまでやってきた、うん、本当によく頑張ったわね。でもね、本当言うと今みのりたちは PBS どころじゃないの。 I know。 君たちがなぜ悩んでいるのかは知っている。しっかりと聞き耳を立てていたからね。だがそれは立ち止まる理由にはならないな。むしろ進むべき力になっちゃうんじゃないかい。進むべき力ですか。ユーたちは今まで共に困難を乗り越えることで絆を強めてきたはずだ。今回だって同じさ。進めば絆の力はさらに強まる。だからこそ困るのではないか。絆が強まれば強まるほど、夢を、別れを選択しづらくなる。確かにそうかもしれないな。しかし人生とは選択の連続だ。この青春の選択はユーたちにとって辛いものかもしれない。でも考えてみるがいい。ユーたちの人生にはこれからもいろんな選択が待っているはずだ。もっと難しく過酷な選択が待っているかもしれない。それでも何かを選び、何かを捨てて、人は前に進んでいくのさ。わかるかい？人はそれを成長と呼ぶんだ。成長。ならばどうする。私最後まで戦い抜いてちゃんと答えを出すよ。前に進むために。オッケーオッケー、そうと決まれば即実行。さあ準決勝の始まりだ。接下来是笨藏。等等，みんなといっぱい遊びたい。把大家的颜色换一下。祈りに任せて。行きますよ。在空中还可以再进行跳，什么动作？4、3、2、1、この道を進めば
この先どんどん回転返せるかもしれません。じゃあまたんじゃ。ですが立ち止まるわけにはいきませんね。シキ、お前は大丈夫なのか。もちろんまだ迷ってるけどね。ああ。夢を選ぶか、それとも。でも選ばなくちゃいけないのは分かってるからさ。我原来是可以这样子，使用近距离攻击。慢爬爬一下できると思う。四季さんがそう決めたのなら、私たちは全力で優勝を目指すのみです。頑張りましょう、最後まで。うん、うん。月戦の生徒たちが戦いを放棄する危険は回避されたようだな。これで大会は続く。要するに前回忍びのエネルギーがさらに集まることだろう。私はほんの少し背中を押しただけ。たとえ道の先に困難が待ち構えていたとしても、彼女たちなら歩み続けると確信していました。あの黒影様が育てた子供たちですから。もうよい、下がれ。は。逆だな。道の先に恐ろしい困難が待っているのならば、歩みを止めればいいのだ。あらゆる可能性を絶った楽園の中でな。
順序は。さあ、いよいよ決勝戦です。これに勝てば優勝ですね。驚きだよ。こんなハレンチな大会なのにお堅いお前たちが決勝まで勝ち進むとはね。実は隠れハレンチだったというわけか。ついに正体を現したな。バカね、イム。その言い方だと劉備たちまでハレンチになっちゃうじゃない。ハレンチだけどね、リョウナちゃんたちは。あんたと一緒にするな、このバカ犬。決戦の相手はヘビジョですか。これはますます負けられませんね。いいや、勝負は始まる前にすでについている。見よ、この雅な完璧なボディを。これを前にしても勝負をする気になるかい。相変わらず雅バカなのだな。なんだと村雲、雅をバカって言ったら僕が許さないぞ。クレイジー。すまんな、お前たち。イムは決勝を前に興奮しすぎてしまっているようだ。はい。だが覚悟しておけ。優勝するのは私たちだ。何だったんだろう今の。みのりちん、しきちゃんは優勝したらどうするか決めちゃうんだよね。海外の忍び学校に行くか、決戦に残るか。そうだね、優勝できたら決められると思う。じゃあ祈りも覚悟するね。チキちゃんがどんな決断しても泣かない。約束するよ。我慢できるかな。できるもん。祈りだって優勝して強くなるんだもん。そうだな、我らも強くならねばな。シキよ、我は面を外した状態でお前の決意を受け止めよう。いいよ、ムラッチ、そんな無理しなくて。シキ、あなたがどんな決断をしてもわしたちは必ずあなたを応援します。決戦に残るのならばまた違う方法でシキが夢を叶えられる道を一緒に探します。海外の忍び学校に行くと決めたのなら荷造りを手伝ってあげますよ。シキはよく忘れ物をしますからね。わしがチェックしないと安心できません。それすごく助かっちゃうな。ありがとね、夜桜ちん。皆さん、そろそろ始まるようです。準備はできていますか。おう。では行きましょう。祈りに任せて。行きます。相手になってやるぞ。よ、行きますよ。2、1、レッツ。さっそく勝って優勝しますよ皆さん。いいや、優勝するのは僕たちの方だ。そして祝勝会で見上げた楽しいひとときを。ダメ、今回だけは祈りだって負けられないの。しきちゃんのためにも。そっか。なみなみならぬ覚悟をにじみ出てきた。これは面白い戦いになりそうだ。そんちゃん、月戦女学館の力思い知っていただきますよ。我现在中还有中毒啊，中毒状态。
たい。私たちの優勝です。皆さん、やりましたね。うんうん、やっぱり私たちは最強のチームだよ。試合をしている最中もずっと感じてたもん。こんな信頼し合える仲間はさ、世界中のどこを探してもいないんだろうなって。四季さん、 P1 グランプリの間、私ずっと楽しかった。ずっとずっと楽しかった。こんなに楽しい時間を過ごしてたら、みんなと離れるなんてできっこないよ。でも私には夢がある。世界で活躍するスーパー忍者になるっていう夢が。だから私は世界的超级忍者。四季ちゃんの決断やいかに。続きは CM の後で。ドンメッセージ。ミスター K さん、さすがに怒りますよ。そうですね。ゼツ秘伝忍法を叩き込みましょう。私だってクリコスの邪魔はしたくない。だけど運営からの指示で仕方がなかったのさ。どういうことなのですか。私塾月戦女学館のみんな、優勝おめでとう。だが君たちにはもう一戦戦ってもらう。相手はこの私と。このミスあるよ。私は別に戦ってもいいかな。みんなとの思い出がもう一つ作れるしさ。確かにそうですね。ならばお相手いたしましょう。目前剧情模式还没有交代那个幕后黑手到底把他的身份啊，然后他要做什么，目前还没交代。第十话，少女们的抉择，不是之前闪亮系列作品的副标题。变态三姐。君のことは何でも分かってるさ。 PBS の真の目的についてだね。
この知りたがりちゃんめ。優勝したら教えてくれるとの約束でした。聞かせてもらえますよね。オッケーオッケー。それじゃあちゃちゃっと説明しよう。忍びの素質ある者が水着姿でびっちょびっちょ、水鉄砲を片手にぐっちょぐっちょ。そんなびちょぐちょっ子たちが戦えば、この地に集まる忍びのエネルギー、それが PBS の真の目的なのよね。是是是忍者能量。忍びのエネルギーを集めるのが目的。看起来そうじゃんだ。なぜそんなことが必要なのですか。真の復活を遅らせるため。少なくとも私はそう聞いている。そんな大事なことは。目前还没有交代。こんなふざけた大会でやっていたのですか。幕后黑手到底是谁。せっかくなら楽しい方がいいじゃない。君たち普段は過酷な修行したんだから、思い出作りって大切でしょ。私たち二人からあなたたちへのラブ&ピースの気持ちよ。ラブ&ピース受け取ってちょうだいね。確かに楽しい思い出にはなったよね。でも残念ながら忍びのエネルギーがちょっち足りないのさ。だから君たちと私たちが戦うってわけ。そういう理由があるのならば、こちらも真剣に戦わなくてはならないな。巨大支持。そうそう、本気でかかってきなよ。私たちも超本気でやっちゃうからさ。だってこれは私とミスター K の素敵な思い出にもなるんだから。では早速参りましょうかね、シキさん。やろうやろう。私たち決戦の力をとくとご覧あれ。你只要喷喷，你自己也可以喷喷呐。咦，这是什么？合体机器人。好，这是要打机器人。Hello。どれにしよっかな。バスス。经验值不够。ハス。不知道。あにょ。只要有心，随时都可以喷喷。少女们的抉择，零八个，一次要打两排。接可啊，真是啊，哎，一次打一卡，不是两排一起。R さんの正体は言うまでもなく分かっていると思いますが。もちろん分かってるって。油断できないよね。せっかくここまで来たんだから、絶対優勝だよね。ああ、帰ったら優勝パーティーだ。ええ、パーティーの料理はわしが腕を振るいます。楽しい。他刀竟然没有扣他。
どうぞ。这两边这彩蛋上面有一种那个什么他那个看起来像冲浪板的那种踩法，看起来像那个那个什么东东的，有一部作品也是冲浪板机器人那个。作品叫那个什么艾丽卡飞人是一个大家大家最後の戦いも勝利しました。これが決戦の力です。忍者どうやら忍びのエネルギーも十分この地に集まったようだな。ええ、これでこの世界は救われたはず。お二人の目的は何だったのですか？ユーたちには感謝している。だから島を出るときに全てを話そう。それではあとは君たちの時間だ。邪魔者はこれで去るとしよう。あなたたちは本当にいいチームね。たとえこの先別れることがあったとしてもその絆が消えることはないわ。剧情应该没交代完吧。そうだよ。四所学校。私たちの絆は距離や時間でなくなるものじゃないって。后面应该还有啊。それじゃあ、しきちゃんは。ちょっと待って。はい、どうぞ。決めた。私海外に行く。行ってくるよ。そうですか。四季を夢への第一歩ですね。でもね、私自分の夢を叶えるためだけに海外に行くんじゃないよ。え、最後まで PBS をやって分かったんだ。ユミチン、
夜桜ちん、ムラッチ、ミノリちん、みんながすごく強くて素敵でキラキラしているから、私も忍びとして負けたくないって思ったの。だから行くんだよ、海外に。私の夢は世界のスーパー忍者になるだけじゃない、みんなと一緒に一人前の忍びになること。それはどこに行っても変わらないから。みのり、泣かないんじゃなかったのですか？泣いてないもん。みのりは、しきちゃんが決めたことを応援するよ。頑張れ。じゃあ、剧情跑完了。頑張れ。ありがとね、みのりち。でもね、今すぐ行くってわけじゃないよ。いろいろと準備も必要だしさ。学校的路线跑完了。月仙の卒業後に行く可能性もあるし。另外还有支线剧情。卒業後でも。可是。お別れだもん。学校路线后面还有。海外じゃ遠くて。没交代的东西啊。还有。でも。其他没有登场的角色。明日から早速語学の勉強をしましょう。いつでも会いに行けるように。うん、オッケー。というかさ、他会不会開放。今すぐに行けない理由はまだみんなとやり残してることがあるからなんだよね。やり残していること？決まってるでしょ、優勝パーティーまだやってないじゃん。そうでしたね。んだからさ、帰ろうよ。好像没有啊，电影的戏没有。それでド派手なパーティー。那种东西不是放电影的戏，本来剧情模式它就已经有那个黑衣那个幕后黑手没有交代是谁啊？猫椅的猫耳，好，那是什么？浦和垣少女たちよ。后面还有，本当にお疲れ様でした。四所学校的路线都跑完了。今回の P1 グランプリは大いに盛り上がったわ。君たちの奮闘ぶりに見ているこっちまでびっしょびしょになったよ。あそこがね、き、あそこっていうのは、顔、顔です。顔が汗と涙でびっしょびしょになったよ。それならセーフです。PBS はとても楽しかったです。参加できたこと、感謝します。四所学校路线完成、ね、才会出现。いい思い出になったよ。満足してもらえたようで、私たちも嬉しいわ。闭幕典礼。閉会式の準備を。ピンポンパンポーン。うん。ただいまをもちまして。もう閉鎖。ビーチビーチスプラッシュは終了となります。ん？いきなりなんだ？閉会式はこれからだよ。ダメだって、終わりはビシッと締めないと。ビーチビーチスプラッシュ終了に伴い、この島はこれより。永遠に封鎖されます。安全のため、どなた様もその場を動きませんように。なんですって？うん、こ
この島を永遠に封鎖、どういうことですか？ん？もしかして私たちは帰れないってこと？それは困るぞ。私たちには忍びの仕事がたくさん来ているんだ。 PBS には何か裏があると思っていたが、幕后黑手とうとう動き出したようだな。幕后黑手開始行動。ようこそ永遠の楽園へ。ん？あ、新的故事模式 P1 高潮篇。还有对啊，是在想说他没有交代完全部的东西嘛，所以现在开放。哦，对啊，就是这五只角色之前都没出现。的衣服，これにしますか？マリーのお店にようこそ。好きになっちゃいそうです。いらっしゃいませ。针织毛衣，これにしますか？いらっしゃいませ。哦，这一套，胸前有那个小猫耳朵。マリーのお店にようこそ。哇，好，那今天先到这边，感谢参与哟 ，Thank you for watching。晚上再开吧，好，先这样，嗯呀。